です今回はスクワットで左右にずれる原因と改善方法を紹介していきますで、こういった偏りを放置しておくとほぼ確実に腰痛になったりとかとは重量が上がってきた時にフォームが安定しないといったミスに繋がりますで、こういった左右のずれが起こる方の特徴としてはお尻の筋肉が弱いこういった可能性が挙げられますなので今回はなぜお尻の筋肉が弱いと左右にずれるのかそして自分のお尻の筋肉が弱いかの検査方法 そして最後にそれをかお尻の筋肉を鍛えるための3つのエクササイズを紹介していきます。ではまずはお尻の筋肉の役割から見ていくと、お尻の筋肉は股関節を外に開く外転という運動、そして股関節を後ろに動かす伸展という運動、そして股関節を外に開く外旋という運動が挙げられます。そしてもう一つ大事なところで覚えておいてほしいのが骨盤を安定させるというところです。で、この骨盤っていうのはその上に脊柱、背骨が乗っかっています。 なのでこの骨盤の安定というのはいわゆる体幹部の安定につながってきてここの骨盤自体が安定することによって腰の怪我を減らしたりスクワットのフォームが安定したりそういったメリットが挙げられますなのでスクワット中に腰を痛めないそしてフォームが乱れないためにはこの骨盤をしっかり安定させる必要があるで骨盤を安定させる要素は腹圧とかいろいろあるんですがこのお尻の筋肉の働きというのがすごく重要になります ただ、ワットでしゃがんでいる時っていうのは、お尻の筋肉が骨盤を支えているという感覚は分かりにくいと思います。なので、一度、片足立ちをしてみてください。で立っている側のお尻を触ってもらうと、足を上げた瞬間に筋肉がギュッと縮む感覚があると思います。なので、こういった無意識の中で骨盤を安定させるために、お尻の筋肉は働いてくれているので、これが正常に働いているかどうか、ここがすごく重要になります。 なので、これから自分のお尻の筋肉が正常に働いているかどうかの検査をやっていきます。では、検査を一緒にやってみてください。まずは鏡の前に立ってもらいます。動画は分かりやすいように後ろから撮影してみます。でその状態で骨盤の前の出っ張りの部分を触ってもらいますで。そのまま少し指を後ろにずらしていって、体の真横に来るようにしてください。そのまま片足立ちを行いますで。鏡で見てもらった時に、その指と指の線が 一直線になっている。もしくは上げた方の足が少し高くなっている。この状態をキープできていると正常です。逆に支えている側の骨盤が上に上がっていて、浮いている方の足、この骨盤が下に下がっている状態。この場合は、お尻の筋肉が弱い可能性があります。なぜこの状態がお尻が弱いのかというと、お尻の筋肉は立っている状態で骨盤をまっすぐ保つという役割があるのですが、 このお尻の筋肉がうまく働かないので骨盤を無理やり引き上げてお尻の筋肉の働きの代わりをしていますこういった形のことを代償運動と言いますでこの代償運動っていうのは弱いところを強いところがかばうっていう形なんですけどこのお尻が弱いことによって骨盤を無理やり引き上げることをトレンデレンブルグ兆候と言います ただ、ここまでお尻の筋肉が弱い人は少ないかなとは思うので、もう一つチェックしてほしいのが、片足立ちになった時に体が傾かないかどうかです。足を上げると、その軸足の方に体がすぐに傾いてしまう。こういった方は、受診の型兆候まではいかないまでも、お尻の筋肉が弱い可能性があります。左右両方を調べてみてください。では、今検査ができたと思うので、このお尻の弱さに対する改善方法を3つ紹介していきます。 まず1つ目がお尻の筋肉のアイソメトリック運動をやっていきますでお尻の筋肉をしっかり働かせるという感覚を出し合うためにまずは壁の横に立ってくださいそして壁側にある方の足を上げてその足を壁にピタッと引っつけますでその状態で支えている方の足ここの骨盤を壁に向かって押し付けるような形で力を入れてみてください支えている方の足のお尻の筋肉ここにしんどさがあると思います こうなれば動きとしては正解なのでここで20秒間キープしてくださいこの時の注意点は膝を曲がらないように注意するそして上げている方の足で壁を押さないように注意することです1セットでいいので左右両方行いますでは2つ目のエクササイズはポールを使ったヒップヒンジ運動をやっていきますただポールがなくても大丈夫なのでまずは解説をしていきますまずは片足足立ちになって反対側ののの甲と手のひらで、 ポールを挟むようにしますでその状態で手のひらでしっかりとポールを押し込んでいくと足が後ろに行くと思うのでそれと同じように体を前に倒していってくださいじゃあそうすると自然にお尻が後ろに引けた状態で体がお辞儀してくると思います大いた体い体が床と平行近くまで下ろしていくとお尻がかなりしんどくなってくると思いますでそこまでいけると反対の動きお尻を前に突き出していって体を起こしていきます でこういった形で10回動作してくださいポイントとしては足裏の重心がつま先に寄ったりかかとに寄ったりしないことです足の裏の真ん中をキープしてください不安定だなぁと感じる方は柱や壁を持ってもらっても大丈夫ですポールがない場合は手を前に伸ばし先ほど同じように動作をしますお尻を引きながら体を前傾していきますでは最後はチューブを使ったスクワットです でチューブを膝の高さで巻いてもらって、固定した反対の方の足、ここにチューブを引っ掛けます。片足だけですで。その状態でしっかりと膝を開いてスクワットしてきてください。もちろんチューブがない方より膝が開きにくいとは思うのですが、膝をしっかり開き続けるということがお尻の筋肉の役割でもあって、左右の偏りをなくすために大切なことです。足幅はだいたいかかとが肩幅にくるぐらいがいいと思います。 でこの時のポイントも先ほどと一緒でかかとに寄りすぎると後ろにバランスを崩しそうになったりあとはつま先に寄りすぎると前に倒れそうになるのでしっかりと足裏の真ん中を重心キープし続けてしゃがむようにしてくださいそうすると安定しした形でしゃがめるかなと思います。これもしっかりとチューブがかかっている方のお,お尻にきつさがあれば OK なので10回1セットでいいので行ってください 以上が左右のズレと改善方法になりますで今回のテストとかいろんなエクササイズを試してもらった中で割と左右の違いっていうのは感じれたかなと思います例えば右の方が安定してて左はちょっと不安定、まあ、こういったねお尻の筋肉っていうのはすごく左右差が出やすい部位なのでしっかりとトレーニングを行ってくださいでこの時の注意点なんですけど弱い方弱いからといってめちゃくちゃそっちを頑張るこういったのはやめた方がいいです なぜかというと弱い方を頑張り続けると弱い方の筋肉が疲れてきてうまく力が発揮できなくなると余計に強い,余計に強い方との差が開いてしまいますなので同じような負荷右も左右は楽にできる左はちょっとしんどい、まあ、こういった形でいいのでずっと同じ負荷を続けていってあげると左右差がなくなりやすいかなと思いますそして今回の左右のズレのところでは解説しなかったんですけどエクササイズの中でポイントとしては 足裏の重心とというところを上げていますでこの重心が乱れるとそもそものスクワットのフォームが乱れたりこれも腰痛の原因になったりするんで今回は左右のズレを見ていったんですけど前後のズレを解消する方法というのは概要欄の動画に貼っているんでよければそちらも一緒に見てもらえるとよりスクワットのフォームが安定するかなと思いますそれでは今日はこれで終わります